はいどうも、しょうめTVです。小柳スポーツさんに来てるんですけども、こちらちょっと見てください。グロムというグローブなんですけど、走るおいチャンネルくんのグローブということで、これグロムというメーカーなんですよね。はい、はい、でこれの特徴は何ですかね。ちょっと全然知らないんですけど、はいはいはい、はい、やっぱりちょっと値段的に低価格でいろんなオーダーができる。あ、これオーダーなんですね。そうです、やっぱオーダーって結構今まあ4万とか5万とかするじゃないですか。はいはいはい、でも軟式用でも3号くらいするじゃないですか。はいはい、袋だとだいたい2号からっていう。2号からできるんですか。はい、これちなみに自分の背番号。そうです。ここにも入れられるんですか。そうです、結構あの融通が効くメーカーですね。へえー、しかも柄もなんか、そうなんですよ、俺見たことないこんな柄。すげえ、片押しレザーってやつで、まあ普通の革ってこっちじゃないですか。はいはい、そこでなんか、まあ、オリジナルのもいっぱい種類がありますね。へえー、はい、それ種類っていうのは多分どっかにあります。でもここにもなんかいろいろグロムのグローブあるんですよね。はい、これはもうオーダーですか。オーダー、一般的にここがオーダーですね。あ、この辺オーダー。ここがオーダーで、はい、これはあの定番品。定番品、はい、へえ、かっこいいですよね。セカンドショートぐらい。セカンドショートぐらい、はい、まあ自分が普通にいつも使ってるような感じですね。はい、なんかすんげえしっとりしてない。あ、はい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 、しかもなんか柔らかいというか皮がもう柔らかい。あ、そうですよね。顔ですよ、やっぱり安くなるとちょっと薄くなったり、うん、そうそうそう、薄くなったりちょっとペラペラ感を感じるかと思うんだけど、質がめちゃめちゃいい。そうですね、オーダーで25なんで。うん、これの公式用ってあるんですか。がその赤とかです。あ、これ公式用、はい、確かに、はい、テカリが違いない。テカリ違います。でも値段もその分上がるんですけど、うん、公式なんで、うんうん、このピッチャー用はあるんですか。ちなみにあの後ろに、そうですね、これとかこれとか。あ、これがピッチャー用、はい、そうですね。これもちなみにそれ公式のキップって言ってましたね。キップレザー、はい、ここが何どうしたんですか。そうです、あの内足の当て側を埋め込んだみたいな、うん、へえ、はい、すごい。でこういうのももしかしたらあのちゃんとお店で言えばやってくれるっていう。あ、そうなの。結構こういうのってまあないじゃないですか。ないっすね、ないないない。しかもほらこれ、そうですよ、ないかないやばいんですよ、ラベル。ラベルがちょっとジーンズ調の、ジーンズ、そうよね、はい、ラベルの数がやばいっすよ。ラベルの数、これとかっす。これラベルだけでこんなにあるの。これ以外にも、あ、この辺もありますね。なるほど、はい、ラベルこんな種類あるの。そうです、そうです。すげえ。これちなみにどれですか。これだった気がしません。確かキラ銀色特殊。あ、これか、あ、これか、キラ銀色特殊金と。はい、すげえな。かっこよすぎてやばいっすね。こんなのないっすからね。ないよね、こんなに。サンプルすごくない？すごくね。ちょっと待って、ヒョウ柄、やば、ヒョウ柄もあんの。すげえ、すげえ、すげえしか出てこないわ。はい、あ、そうこっちも、あ、これも、はい、とんでもないやつっすね。やばいっすね、なんでもできちゃう。この辺とか全部ね、はい、めっちゃオシャンですよ。すげえ、まあ、だけでもう50種類以上、オーダー感出せますからね。確かに、すごい。これめちゃめちゃいいね。俺もちょっとオーダーもうすみません、したいな、したいなと今思っちゃいました。はい、なんか毎月1回ぐらいは今後オーダーフェアっぽいんで。あ、そうなんですか。その時にあの型番をバーって持ってきてくれるんで、グラムの方が。おお、じゃあそしてやっぱり分かりやすいじゃないですか。確かに、そうなん。そっからじゃあ選んでオーダーをしていくっていう。そっからあとは自分がどうしたいみたいな、あ、もうちょっとちっちゃくしたいとか。うんうん、なるほど。そのでやっていくっていう感じ。そうっす、小柳スポーツ、はい、もし気になった方はぜひとも小柳スポーツで来てみてください。はい、はい、というわけで今回はこのグロームを紹介いたしました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではよいしょ。12月の25日本日プレゼント企画の発表を今回したいと思います。まず1つ目、ビヨンドマックスメガキング2のバットですね。こちらですね、こちら、こちらの当選者はブラウン RS 君に決定いたしました。ありがとうございます。うんうん、でこれコメントがいいですね、やっぱね。野球の発展や野球の楽しさを伝える動画、毎回楽しみにしております。自分も草野球をやっており、来シーズンに向けてビヨンドが欲しいと思ってましたので、今回プレゼント企画に応募させていただきます。だいぶ丁寧なコメントですね。今後も体調に気をつけて、さらなる野球の楽しさを伝える動画を期待しております。
すごいまっすぐなあのこのコメント言葉ですごいちょっと心をやられましたんで、こちらのブラウン RS さんに今回はプレゼントバット、ビヨンドマックスのバットを、プレゼントしたいと思います。おめでとうございます。パシ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 。はい、そしてお次ですね、お次こちらのヤバドリグローブ、ヤバドリグラブの当選者は、はい、こちら平野正弘さんかな、で合ってますかね、平野さんですね。はい、これから小学校に上がる子供に欲しいですね。ちょうど今日子供にグローブが欲しいと言われたので、と、はい、こちらちょっとね、親からしたらちょっとね、でも野球やるからちょっと嬉しいんじゃないですかね、親の方はね。はい、でぜひともね、翔平 TV の、プレゼントしたグローブで野球を始めてほしいなって今すごい思ったんで、今回はこの平野さんに、ヤバドリグローブをプレゼントしたいと思います。お二人の方、当選おめでとうございます。今回当選しなかった方たちはまた次のチャンスがありますんで、そちらチャンスつかめるように今後とも翔平 TV の応援を、よろしくお願いいたします。それではまた見てね、ありがとうございました。翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。メールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな来てます。Keep it.